皆さんこんにちは、スマイルマイルです。岐阜県可児市の音楽教室スマイルミュージックアーツで初心者ギターの方を対象にサポートさせていただいております。ギター担当の大野です。よろしくお願いします。はい、本日はワークマンの商品、久しぶりにね購入したので、ちょっとこちらのチャンネルの中でご紹介させていただきたいと思います。いいのが2点、いいなと思うものがあったんで購入しました。でそれを今日ちょっとねご紹介したいと思います。で今回、紹介するというか、僕が購入したものはこちらですね。知ってる方はたくさん見えると思うんですけど、プロコアのデニムシリーズからジョガーパンツですね。でこのジョガーパンツっていう、ものは、いろんなメーカーさんから出てると思います。で結構ね興味持ってたんですよ。でどこかのメーカーで何か購入しようかななんて思ってたんですけど、足首あたりがこう絞られてて、体にフィットするような細身のタイプになってると思うんですけど、ここがねまたちょっと、自分の中で欲しいなって思う要素だったんで、今回選ばせていただきました。で、このデニムシリーズ、本当にいろんな種類が今多分出てると思うんですけど、で今回購入したこちらの、デニムのジョガパンツ、若干ねどんな感じなのかっていうのを見ていくと、まずカラーはブラストネイビーっていうカラーなんですけど、もう一種類あってブラストブルーっていう、こういうね、これよりもちょっと濃いのかな、通常のああいうジーンズのちょっと擦り切れたような色なんですけど、そちらとこの2種類あって、僕はこちらの方がいいかなと思ったんで購入しました。好みですねこれは。で、一番僕これ気に入ってるのはジョガーパンツっていうことで、この体にすごくフィットするフィットコード、で足首のところがねこう絞られてて、すごくちょっと細身なんですけど、自分のね体がもともと細いっていうのもあって、あえてね細い体に細いものを密着させて着るっていうのも僕の中では結構好きなんで、パンツもね足がちょっとこうスラッと見えるかなっていうのもあって、ちょっと今年はこれでいこうかなって僕思ってます。でこれ購入しました。でこれのね、いいところ、もちろんワークマンの商品自体が全部そうだと思うんですけど、ストレッチ素材で作ってあるので非常に動きやすいんですよ。そう、関節をこう曲げたりした時にどこかがこう突っ張って張るっていう感じがないです。常にこう伸び縮み伸縮性があるっていうんですかね、ストレッチ素材、使ってあって、すごく履き心地が良くて柔らかくて伸縮性があるにもかかわらず、この膝のところはやっぱり補強してある。でこの補強の仕方がねかっこいいんですよ。これなんかわかるかな、これ動画で見るとわかりますよね、この部分こういう雰囲気だっていうのが。そうで前僕が購入した、黒のパンツあったと思うんですけど、動画でね下の概要欄に貼っておきますけど、その、パンツはここが、ナイロンみたいな感じになってて、ちょっと遠くから見るといかにもこう補強してあるっていう雰囲気だったんですよ。仕事で使うねパンツとして購入したんで、僕はそこは気に入ってるんですけど、今回これはプライベートでも着ようかなと、そう思ってたんで、ここのところの補強がされてるんだけど、デザイン的にねかっこいいものがいいな、ちょっとおしゃれな感じのいいなと思って、でそこもクリアしてたんで、これはポイント高かったです。そう、ここ補強してあるんだけどデザイン的に良かったってことね。で伸び縮みもあって着やすくて、すごくデザイン的にもシルエット的にも気に入ってます。でこれ、僕の方から見て左足のこのところにね、そう、こうチャックでジッパータイプのポケットがあります。でここは通常の深さぐらいなんですけど、このジッパーチャックがこれついてるんで、ここのねポケットの深さがそんなに深くなくても物を落とすことはないかなっていうことで、そこはクリアしました。でこちら後ろこうやって見ると、こういう感じでポケットは2つあります。でこれもね見ていただくと分かるんですけど、 3D 立体構造っていうことで見た目もおしゃれなんですよ。そうで結構ここ気に入ってます。でこれ、1個はボタンタイプのものでパチッとこう開けるとこうなってるんですけど、いいのがねこの後ろのポケットのこの深さが深い。で僕の中でこれ結構重要で、よく僕後ろに長財布を入れるんですけど落とすんですよ。そう、通常のねポケットだとねここがね
若干浅いんですよ、本当に数センチぐらい。であと数センチ欲しいと思ってたら、これも思いっきりここまで入るから、どれぐらい、本当にこれぐらい、これぐらいの深さあるんで、うん、通常よりは深いかな。だからここは結構ね、幅広で奥が深くて、後ろのポケット気に入ってます。まあ僕長財布入れるんで、ちょっとそこは嬉しいかな。で前の方のね、このポケットのところも、もうポケットの深さが深いんですよ。でこのポケット こんなに深いもんね。このポケットが深いっていうのはすごくねポイント高いんで、僕の中では物を結構入れるんですよ。でカバンは持ちたくないタイプなんで、できるだけこの自分の着ている服の中に、まあ上でも下でもいいんですけど入れたいんですよね、あのスマホとかいろんなもので。それがまあクリアできているのと、この右前のところにあるこのポケットが、ポケットの中にもう一個ちっちゃいポケットがあって、まあコインとか入れるようなコインポケットみたいな感じなのかな、うん、なんですけど、コインポケットにしては比較的大きいんですよ。だからここ結構かっこいいなと思って、僕気に入ってますこれ。そうだからポケットは僕の中ですごく重要で、ポケットがたくさんあるとか、ポケットの形、デザイン、深さ、大きさ、数とか、そういうのがすごく僕は、好きで重要視する一つなんで、ポイントになってくるんで、今回ねこのパンツはいろんな面で、クリアしてたと思います。でただ一点、まあ、この、まあ、パンツの心配な点は、色あせがしやすいということを聞きました。で実際に自分が購入して使ってないので色あせしますとは言わないんですけど、そういう声が出てるってことはね、やっぱり色あせする可能性あると思うんですよ。で調べてみたら、公式の方のサイトにもやっぱり色あせをすることがあるっていうのをね明記されてるんですよ。ということは色あせをするだろうなということは想定できます。でただ僕の場合は、あのワンシーズンとかでね次のもうパンツ買おうと思ってるんで、色あせしてもいいかなと思ってます。であとは色あせをする時のその色あせ具合にもよるんですけど、それがなんかこう長年使用している使用感のある、なんて言うんだろうな、渋さが出るんだったら、まあそれはそれでいいかなと思ってるんで、まあ今回一回購入してね使ってみて、うん、どうだろう、その色あせ具合っていうのが自分の中のね、あのスタイルにどれぐらい許容範囲に入ってるのかっていうことを、ちょっと今回見てみたいなと思います。また後日ね、これの色あせ具合についてもご紹介したいなと思います。数回選択してね見てみたいと思うんですけど、まあ、注意点としては、そのアイロンをかけたりするときにね、あの直にアイロンをかけたりするのはまあ NG みたいです。なので布を当ててね、あのやってくださいっていうことは記載されてたので、まあ色落ちとか熱によるそのアイロンとか、そのあたりはちょっと要注意かもしれません。それは気にしながら使っていけばいいかなと思います。ただデザインと、まあ、活用していくその、素材、そういったところはもうこの金額ではすごくいいんじゃないかなと思いました。で値段なんですけど、値段はこれで2900円ですね、税込みで。これね2900円、うん、いいよねこれ。2900円だったら安いよね。うん、結構頑丈なんじゃないかなっていうことで、すごくね、あの楽しみです。ちょっと一回これ着てみましょうか。うん、細い感じですね。こんな感じになってます。すごく曲げやすい、うん、いいですね。はい、でもう一つがですね、こちらなんですけど、またこれがねいいんですよ。これがこういうこういうやつね、これここまでのね、そうそうそう。でこの商品を購入しました。でこちらがエアロストレッチショートパンツっていう種類で、エアロストレッチショートパンツで色がダークグリーンですね。で先に金額言うと、これ1900円税込みです。めちゃくちゃ安いよねそうで、ショートパンツをね、まあ、今年の夏用に欲しいなと思ってたんですけど、あのショートパンツってあのポケットが結構少ないのが多いと思うんですよ。ポケットがたくさん、まあ、最低4つぐらい欲しいなっていう。なのでどちらかというと通常のパンツも、まあ、昔はそういうスラックス系のものとか好きだったんですけど、まあ、最近はというか、まあ、途中から僕はまあカーゴパンツ系がすごい好きになったんですよ。そうなのでボタン、あの多いからね、この
ポケットが。で、こちらのポイントなんですけど、まず一つ目は、この右後ろにチャックがポケットにあるんですけど、そう、ここね。ここをこう開いて、で、このポケットの中をこうやって裏返すと、袋になってるんですよ、こうやって。そう、こういう感じで。そう。で、これ開けると、まあ、ポケットになって、で、これ裏返しからこう、折りたたんで入れることができるらしいんですよ。まあ、言ってみれば15センチ角ぐらいの、このポケットの中に、これを折りたたんで入れれるんですよね。まあ、薄くて軽いんで。で、まあ、そういう、ポイントがあるそうです。まあ、正直僕はこれはどっちも良かったですね。ほんとすいません。なんか、まあ、これね、折って入れるっていうことだったんで、買ってすぐに試そうと思ったんですけど、いまいちよくわかんなかった。なんかやり方が。うん。ね、みんな多分わかると思うんだけど、僕はね、あんまりこういうの得意じゃないんで、折って入れるとか。まあ、正直、そのまま使っちゃうかな。うん。まあ、ただその次にね、薄くて軽いから入れれるっていう、まあ、薄くて軽いっていう部分がね、すごくポイントかな。二つ目のポイントとしては、薄くて軽い。で、まあ、夏でね、暑くなってくんで、薄い方がいいじゃないですか。で、まあ、何かね、こう、アウトドアとかで使ったりするときに、軽い方がいいですもんね。薄くて軽い。そういったところはすごくポイントが高いかなっていうことで、まあ、今回これ、薄くて軽いっていうところがすごい気に入ってます。で、僕のはこれちょうど L サイズなのかな ?82 センチ。また下の丈41センチですね。になってるんですけど。これが、L サイズで、いくつなの ?220g とかいう軽さなんですよ。で、そこがすごく、ポイントが高いかなと思いました。で、まあ、経年劣化していくものだとは思うんですけど、この素材自体も、このちょうどダークグリーンに関してはオリジナルの生地らしくて、ちょっと凹凸がね、ある生地なんですけど、この素材は、この まあ、ストレッチ素材は、まあ、ワークマンの、この、フィールドコアか。フィールドコアの、オリジナルの素材らしいです。たまたまね、このダークグリーンの場合はそうらしいんですけど、すごく、このストレッチ素材が、経年劣化しにくいタイプのものらしいです。なので、まあ、僕の中では、まあ、今年1年空いて終わりかなっていうぐらいの感覚で買ってるんですけど、毎回。意外とね、持ちそうです。で、ここの腰回りは、まあ、ベルトをするタイプになってます。こんな感じで。そう。で、ここは賛否両論あると思うんですよ。うん。ショートパンツにベルト使いたくない。そう。紐とかね、ゴムとか、そういうもので、行きたいっていう方もいると思うんですよ。で、なので、できれば、この商品の種類も、そのゴムとか紐タイプのものも同時に出すと、もっと売れるんじゃないかなっていうふうには思いました。まあ、需要が真っ二つに分かれると思うんですよ。ベルトなら買わないっていう人もいるぐらいなんで。なので、まあ、僕はたまたま今回、このポケットが多いタイプが好きで、薄くて軽量っていうことになると、物を入れるとね、下がりやすいんですよ。そう。重いものを入れるとね。なので、紐とかでもいいんですけど、どちらかというとベルトをしたかったんです。これに関しては。なんで僕はそこはまあマッチしてたんで購入したんですけど、そうじゃなくて、まあショートパンツをね、ベルトしたくないっていう方もいると思うんで、できればこれと同じ型で、紐とか、ゴムとかのタイプも出てくれたら僕はもう一個買おうかなって思いました。色違いとかでね。で、ここの、裾の部分をね、こう折り曲げて、ロールアップしたいっていう方いると思うんですよ。で、これ、ロールアップができるようになってて、中にこうやってね、折り曲げていくと、この中にこれあります。ボタンついた。内側ベルトになってて、でここの部分を、まあ、言ってみれば、よいしょ。ここにこう通して輪っかになってるんで。で、ここのボタンのところにもう一回こう止めればいいですよね。こうやって。この部分をこうやって、ロールアップできるようになってると。こういうことですよね。うん。ロールアップができるようになってるってことなんですけど、まあ、このロールアップができるかどうかっていうところも、まあできた方がいいかなっていうのもあるんで、まあ僕の中では結構これもポイント高いですが、まあデザインと軽量であるということと、ポケットがたくさんあってベルトタイプのもの。これが今回僕がこれを購入する一番の、購入きっかけになりました。で、シルエット的にもちょっと細身になってます。これもさっきのジョガーパンツと同じで、
職人がまあこう使いやすいように、体に比較的フィットしやすいように作ってあるということで、ちょっと細身のねシルエットになってます。まあポリエステル 100% ということで、アイロンをねかけるときに、直にやってしまうと良くないそうなので、まあ、布を当ててね、アイロンをかける場合はかけると、カラーがね他にあと3色あって、まあ、ブラックのものとローズグレイ、ローズグレイっていうタイプの、ちょっとね赤っぽいエンジっぽいような色、エンジっていうのかな、あの色があるんですけど、ピンクのようなね、なんかその色を最初気に入ったんですけど、僕は、まあ、いつも好きなのがこういうねダークグリーンというかこの草緑っぽい色、まあカーゴパンツのよくあるカラーだと思うんですけど、まあそういったねカラー好きなんで、まあ、こっちになっちゃったんですけど、もう一着買うか迷ったんですが、まあもし買うとしたらローズグレイがいいかなと思ってます。あとは、サッカーヒッコリーっていう、こんなようなね色の、カラーのタイプもありました。でそれもね結構いいかなと思ったんですけど、まあ似合うかどうかって言った時に僕にはあまり似合わなさそうだったので、気に入ったんですけど購入しませんでした。そうだから、まあ、どちらかというとね着てみて自分に合う色であり、まあ、自分の好きなカラーっていうところで今回これダークグリーン購入しました。でまあこれもストレッチ素材になってて、とても軽いということと、あとやっぱり汗をね吸ってすぐにこう乾きやすい速乾性があるらしいです。ドライ生地になってんのかな。まあそれもねさっきお伝えしたようにこのタワドマのこのダークグリーンだけのこの凹凸がある独自開発の生地らしいんですけど、この生地っていうところにその秘密が隠されているそうで、あとは 90% 以上の紫外線をカットする機能があるそうで、UV カット機能があるということです。あとはシルエット的には細身になってるってことね。なかなかいいよねこれ、こんな感じか。そうだね、こんな感じになってます。ここがポケット二重になってて、こちらとその外側にもう一個ある。これ結構ポイント高いね僕の中では。でこちらはボタンタイプのものになってます。今年の夏はこれをちょっと着ながら、釣りとかね遊びに行こうかなと思いますので、また使ってみて、どうだったかっていうのはお伝えしたいと思います。はい、ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。スマイルマイルのチャンネル登録をよろしくお願いします。